ちは創業は62年、ね、昭和62年ぐらいで、月日にしたらまだ30年ちょっとぐらいなんですけれども、魚屋が基盤だったもんですから、はい、私になって寿司屋に変わったというのが本筋でございます。東物と言いますのは本マグロと違いまして、くどさがないんです。さらっとした油の海苔なんですね。それだけにやっぱり甘みも服従します。ですからいくらでも食べられるというのが東物の根源ではなかろうかなと私なりに思います。三陸アナゴと言われるアナゴなんですけど、西の方にはないあたりのアナゴが私はすごく自負してるんですね。なんだかんだ言ってもやっぱり旬が一番だと思いますよ。はい。